何かしら自分にできることっていうのを探しているうちに、まあ、この写真戦場っていうボランティアに出会ったんですね。せっかく、ね、皆さんにこう拾っていただいた写真がどんどんこう劣化していくのを見てるのはとても辛かったので、エリアはですね、一応仙台市のものになるので、宮城野区と若林区の被災地域ですね。ちょっと正確に数えるのはなかなか難しいんですけれども、概算で、当初ですね、55万枚を前回展示しました。で、そのうち5万枚返却をしたんですね。来場された方の約半数の方はお持ち帰りいただいてます。展示してる時もなかなかこう会場に足をちょっと踏み入れてみたけど、やっぱりちょっと写真を見るといろんな思いが込み上げてきて見れなくて帰られる方もいらっしゃいましたし、まあ、ちょっと今はまだいいわっていう方もいらっしゃったので、なかなかタイミングっていうのは難しいなと、最終的にはデータ化にこう向かっていくように今データ化の準備と洗浄と進めて同時並行でやってます。写真だけはお金出してもいくら出しても買えないんですからね。顔認証のやつですかね。そうですね、それの元データになる写真をどんどん撮る。どこの団体さんも同じだと思うんですけれども、活動を継続していくことの難しさですね。そこが一番今書かれている問題です。私たちはこれからも息長く活動を継続していくつもりです。県外の皆さんからの支援も大変ありがたく思っておりますけれども、これからはやっぱり仙台市民の皆さんと共にですね、仙台を元気にしていくために、仙台の被災者の方を忘れないために一緒に活動していただきたいなっていうのが私たちの一番の願いです。ぜひですね、お手伝いいただける方はお手伝いに来ていただけると大変助かりますし、その姿を見た被災者の方もですね、自分たちが忘れられていないっていうふうにまた元気づけられると思いますので、そういった意味でお互いですね、力を合わせて頑張っていけたらいいなと思ってます。よろしくお願いします。